はい、こんにちは、大地と、さあ、誰でしょう、ジュニアです。はい、ということで今回はこちらの2人で何をしていくかというとですね、まあ僕たち、ボーイズラブのドッキリあるじゃないですか。ボーイズラブドッキリメンツなんですよ、僕たち。その2人がですね、まあターゲットはこの前と一緒のコウキくんに、今回はドッキリ仕掛けていきたいと思います。今回のですね、ドッキリの名前です。いるはずのないところからいきなりお化けが出てきたらドッキリ。これはね、ほんとずっとやりたかったの。あのコウキと俺で以前考えたあのヤスポンくんにですね、 あのベランダからお化けがいるというドッキリはですね、今回はちょっとそれに一手間加えました。ここはいねえだろ、思いつきましてですね、はい、それが僕たちの後ろにあるこちらベッドなんですけれども、こちらソファーベッドになってまして、空洞になってるんですよ。そこに今回はジュニアくんがお化けの格好をして隠れます。そこでコウキにちょっと俺が偽企画でこれをベッドにしてと引いた時に、ジュニアくんがバーンっていうドッキリです。それでは行きましょう、せーの、レッツエンドジョソバーン。あー、はい、早速お化け純也が完成したので、まずはそちらをご覧いただこう。はい、怖い、はい、怖いです。おはぎやきなこ派です。なんでそれ。ソファーベッドの中に隠したいと思います。まずはちょっとソファーを、はい、はい、こうどかしまして、どかしまして中開けます。開けますと、はい、よいしょ、ダラーン。はい、こちら中がですね、人が一人入れるようなスペースになってます。そして俺が、そうそう、いいよ、いい感じ、ちょうど入れるんですよね、このスペース、はい、で俺が閉めます。はい、閉めます、いい、閉めます。はい、隠れました。ちょっと僕一回引いてみたいと思います、どんぐらい怖いのかね。はい、行きます、せーの、よい、輪ゴムにあんかけしといてください。なんだそれ、これ待って、鬼怖いわ、絶対コウキビビるわ、これ隠れてください。もうそろそろコウキ来るんで、はい、急いでください。ね、なんか合いますくない、いや、寝ようとするな。撮ってる、はい、いきます。第一の YouTube ご覧いただいてありがとうございます。今日はある実験をしていきたいと思います。この動画を見ている方は絶対に真似しないでください。皆さん、幽体離脱という現象をお分かり、ちょっとごめんなさい、ご存知でしょうか、ご存知でしょうか、お分かり、すいません、幽体離脱という現象をご存知でしょうか。まあ簡単に言うとね、あのなんかあんまり使ってほしくないらしいんですよね、あのお化け的にも。幽体離脱っていうのは、まあ簡単に説明するとですね、まあ寝ているのを立ち上げます、はい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 、今回はこの動画でお伝えしていきたいと思います。だあ、そういうので、今回は控えめに行きます、せーの、消して、早く。そう、全部どかして、あのソファ、あ、それもね、そう、いいね、いいね、ピーピーピー、はい、パリピー、いいね、いいね、ピーピーピー、はい、パリピーで、作るベッド、ちょっと作る、うん、ドッキリ大成功。ドッキリです。こんわ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 やばいね、今のね。うわ、やっば。